おはようございます。島袋聖奈です。ビログって言いますか、今回は今日一日密着をしたものを撮っていきたいと思います。今日のコーデを紹介します。こんな感じです。オールブラックで、ショートブーツを履いてて、ポイントとしてこのグレーのバッグを持ってます。それでは早速お仕事行ってきます。皆さんこんにちは、島袋聖奈です。撮影の合間はこうやってお菓子食べたり、お茶飲んだり、この小顔スティックピコ最近使い始めたんですけど、こんな感じです。使う時はなんかこういう撮影の合間数分だけでもいいんで、とっても簡単なんで、なんか面倒くさがり屋の私でもとっても継続して使えてます。最近使ってて思ったんですけど、なんかこういうシワ、ほうれい線とかの部分を押すことによって、ほうれい線がなんか薄くなってきたような気がするし、フェイスラインとか押すことによってなんかたるみとかも結構なくなってリフトアップしたような感じがします。渋い、レンコンチップス。それはあれですか、これはマネージャーセレクトなんで。そうなんで、だからセンスわかりますよね。センス問われますよね。マネージャーさんは最近そういうのを最近買ってくれる。そういうのを、ね、最近チョイスしてくれますね。なるほど。ヘルシー思考。台風ですね。台風なんですね。多いですね。週末こんな感じですよね。ねえ。困るんですよね。困りますね。台風年末っすよ、もう少しでやばいですね。どうしよう、さっさと年取っちゃう。美味しそう。これ何のカメラなんですか？これね、あれなんですよ、私の YouTube のチャンネルで、そう、なんで今日はちょっと協力してください。わかりました。せいなさん、それ何使ってますか？これは小顔スティックピコって言って、最近使ってるんだけど、シワ対策とかリフトアップとかそういうのにすごくいい感じ。痛くないんですか？全然痛くない、気持ちいいの。ちょっとそれで使ってみて。本当だ。うん、そう、本当だね、気持ちいいよね。しかも超軽いですね。そうそうそう、軽くてなんか小さくてね、持ち運びが便利で、いいな。どこでもこういうカフェとかね、確かに休みの撮影の合間とかいいですね。そう、使えて便利。さすがモデルさん。なんかめっちゃ、めっちゃグイグイ来て、結果付き合ったんですけど、ですごい尽くしてくれて、なんか蓋を開けたら名前は偽名だったっていう。え、やばくないですか？結婚してるとか？いや、なんかしてないっていうことでバツイチだったんだけど、今彼の言い分は、なんか画数的にすごく運気がいいから、20歳の時に改名した。へえ。信じられます、それって。食べた、食べた、美味しい。甘いもの最高。いや、ディズニー行きたい。好きな人。好きな人ですね。こんな感じで今日一日のビログでした。朝起きて撮影行って、友達とランチしたりお茶して、で打ち合わせ行ってっていう一日でした。合間にこの
小顔スティックピコを使って小顔ケアしてました。このねスプリングがいい感じに顔のツボに入って小顔ケアになってます。こういうほうれい線とか目の下のクマとかこのフェイスラインとかこういうところを押してリフトアップとあとシワ予防対策になってます。そう簡単だから継続して使えてます。このめんどくさがり屋の私でも使えてます。これはなんか使えば使うほど小顔ケアになるたるみとかの防止にもなって、ラインも引き締まるのでおすすめです。持ち運びも便利だし撮影の合間数分だけこういう風に押したらいいので簡単だし継続的に使えてます。あとなんだろうカフェとかまあどこでも場所を選ばずに使えるのでとてもいいと思います。おすすめです。私なんかあと友達とかにプレゼントするのもいいと思います。家族とかプレゼントにもとてもおすすめします。気持ちいいです。使い心地はすごく気持ちいい。ツボになんかアタックされてる感じでダイレクトにそうしっかりと続けてると老廃物がしっかりと流されてる感じがして一気にお顔もリフトアップしてるような感じがしてツボとかを押して筋肉を和らげることによって表情も豊かになると思うしとてもいいです。この小顔スティック以降気になった方は概要欄の URL から購入してみてください。はい、この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。